人ゴルフを始めたんですよ。1週間ぐらい、1月末日で尺を切る、うん、こう絶対無理だろって言われることに対して、うん、絶対俺ならできる正直ね、うん、こんなやつ無理じゃん男に二言はないね、ただし男に二言ないね、おりゃせんやカメラ回ったんか、こらわれい最近その始まり好きなんですよ、カメラ回ったんかい、こらわれいカメラ回りがすごいカメラ回ったんかい、バレバー今日は結構上機嫌って言うからカメラ回ったんかい、バレバーすごいな、すごいカメラ回ったら表現するだろうね、いやね、これでお客さんのとこさ、まあ、最近な、結構お客さんのところ行かせていただいて、はい、お客様か、まあ、いろいろ喋ったりさ、ちょっとした、今ホームページのちょっとお客さんの声、だって ガチ声、ちょっと撮ろうと思って、お客さん結構会って喋るんだな、まあ、ちょ、YouTube 見ますけど、本当にね、小冊子とかさ、ガイドブックとかすごいことがやってね、こうやって成功した人だから、人生ボンビフルなんでねって、YouTube で、ね、一生懸命やっとるのが分かると、もう本気なんだなって分かるよって。だけど、今まで積み上げたものを棒に振るってことだけはやめてよって。まあでも逆に言われるんだよな。やっぱいつも言われてるじゃん。その、こんだけいっぱい有名って言ったら、やっぱ悪いことも出てるし、うん、まあ今日はでも、豊君に、まあ、俺の信用をなくすような俺が。本人怖いんだけど。俺の恥ずかしい一部を公開するわ。いやさ、こいつがゴルフを始めたんですよ。最近ね、本当にもう1週間ぐらい、うん、でこの間の日曜日に一緒にゴルフスーツ買いに行ったわけ、はい、こちらから付き合ったるわみたいな、はい、で、まあ、やり始めたんだけど、その日の飲みじゃなくて、その やり始めた時かなんかに、まあ、ただし西村さんとか、はい、あの辺と一緒に飲んどって、こいつがもう俺は今年中、あ、じゃあ1月いっぱい、うん、で3ヶ月、10、11、12、1、4ヶ月だ、10じゃない、11じゃない、もうこの後半の後半だな、そう11、12、1、まあとにかく1月末日で尺を切る、うん、おお、すごい、あれ生涯いくら切った、120切ったの、120切って、うん、まあ俺が、まあ、まだ払ってないけどな、それ賞金っていうか、もう頑張る、会社のコンペがあるから、うん、そこに向けて一生懸命やれと、うん、それ頑張ったら、うん、あげるわって賞金ね、で、これ豊かな、はい、まあ、飲んだ席とはいえ、まあ、僕はこの時豪語しようから、まあ、あげたら10万払いますよ、100切らなかった、切らなかった、そう、俺もう絶対できる、みんな飲みにも連れて行きますわ、10万円ね、一斉一斉好きなの買いますわ、みんなが、お、お前いいかそんなこと言っとってきて、で俺らが10万払うとちょっと違うから、賞金が10倍の100万、おー、100切ったら100万円プレゼント、めちゃくちゃ頑張れるそれで一応経営者だし、うん、まあ、そこそこね、従業員も何人もおって、はいはい、ね、こう今もね、ちょっと大きいってことでやって、はい、まあ、仕事も紹介しまったりしてるからさ、まあ、いけどもいいけど利益もいただいとるじゃん、だからそういう中で、まあ、俺と高橋がまあ乗ったの、うん、賞金100万円だお前はと、1月で日程が決まったんだよな、うん、2月の5日かな、2月の5日に、そうそうそう、までに、まあ、もうこっちが誘われたら、まあ、俺も行かないね、日曜日まで、確かにその賞金、平日はなかなかね、忙しいで行けないと思うけど、4ヶ月で100人は、もう視聴者の皆さんもちょっとコメントを書いてほしい、いや絶対無理だとか、あのゴルフやってる人からしたら来るかもしれない、ね、だからお前の気持ちをまず聞きたいわ俺はだから、その何ゴルフが好きとか本当になくて、うん、こう絶対無理だろって言われることに対して、うん、絶対俺ならできるからそこからだから、うん、闘争心も燃やしていくし、燃やしてる、絶対やれると思う、うんうん、でもお前昨日からか慣れっけ練習で練習で、まあ、仕事終わってから仕事終わってから、まあ、それぐらい、まあ、自分にも追い込みかけとるよと、そうそうそう、まあ、だけどゴルフって本当にさ、まあ、誰かに追い込まれて覚えんとやらへんから、いや俺もそうやね、やったきっかけが、まあ、同級生がみんなでやろうと、でそれでなんか追い込みかけられたから絶対スクリーンってやってると、でスクリーンブワーって3ヶ月ぐらい行ったから好きになって、うん、でそこからやっぱゴルフからもらった恩恵というか、やっぱその楽しみでもあるし、ゴルフで運動にもなるし、仕事の付き合いにもなるし、まあ、そういろんな恩恵ももらっとるわけじゃん、楽しみだしね、今日曜日も楽しみになるし、で、まあ、お前100切ると、うん、いいの切れるの、俺はもう全然
別にたかが10万なら負けてもいいやっていう気持ちじゃなくて、うん、絶対無理だって言われてることはもう絶対やってやろうっていや、そんなことよし負けず嫌いが出てる、ね、ただそれだけ、ほんとただ負けず嫌いで、まさかのまさかまさかごめん、こっから本題なんだ西村忠志君がこの賭けは降りたいと、うん、言っとるの、その理由はなんか10万取ったらかわいそう、俺がもう絶対取っちゃうから、その本人たちは取っちゃうから、うんうん、まあ、俺から取るのはかわいそうでしょみたいな、そういう感じ。お前あれだろってぶっちゃけ達成するかもしれんと思っただろって言ったら、まあ、無理声がちょっと裏返ってだから冷静だったんじゃん。でお前日曜日電話したんだろ。電話した。2月5日に決まりました、日程ね。一緒に飲んどったの、練習行ったからね、日曜日一緒にクラブ通って50万円も聞いてくださいよ、やっとったんじゃん。ただし飲んどる時に電話したんだな。電話した。ただし来てくださいみたいな。近くに飲んだから、そこ、キヤマンとか飲んだから。うん、ちょっとこう、出しといて、キヤマンとこって。しょっちゅう動画になってるんで。動画ですよ。しょっちゅうみんな行くからね。まあ結構来るでね、結構視聴者も、キミコのとこも行ってくれてるんで、ね。そうですね。うん、もうしょっちゅう来てるみたいでさ、今日も連絡が来るんで、視聴者。なので、ぜひね、視聴者の皆さん、キミコのとこと。キヤマンとこ。キヤマンとこだ、キヤマンとこ。じゃあ、キミカンとこは名前じゃないから、キミハウスだから、本当は。ここ、バーバーンって当てて、住所だからね。よう飲んどるからね、うん、で俺はまあそれはちょっとないんじゃない、うんうんうん、長いけど一回ちょっと豊かな話してみるわ、うん、で、まあ、今日読んだいきさつです。でも俺は思ったんですけど、もっと思えそうじゃないですか、豊かさんが。だってただしが10万円取るのかわいそうで、ちょっとできんだろうって思っとるから。でも俺もそう思っとるよ100が難しいよ。110ならいけんことないけど、うん、そっからの10だって72引かなかったから、うん、オーバースでいくと72だと28だろ、うん、で、28と120って48なの。48オーバーと28オーバーって全然違うの。確かに違う。72から0から計算すると100と120ってあんま変わらんの。そうだね、20しか変わらんなと思うけど。プロでも72で打つわけじゃん、うんうん、全部失敗なくて72のパワープレイでしょ。確かに。それ引いて失敗の数の俺ら、まあ、究極はね、28回の失敗と48回の失敗と倍違うでしょ。確かに。120と100ってもう倍ぐらいレベル違うわけよ。まあ、だからそもそもコースも俺行ったことないし、何もしたことないから、その100がどれぐらい難しいかっていうのも分かってないし、ね、ああ、どうする、やめる。いや、そんな情けない話ないし、やめたらね。あ、やめたらそんな情けない話。いや、だけどお前から言ってるわけじゃないけど、情けないのに楽しめないよ。いや、俺もでもそれを理由にされとったら、なんか俺も情けないじゃん。うん、かわいそうだよねっていう。まあ一回ターシュの方行く、うん、行くし、もう行く、行っちゃう、出るか、家にいるの。でも、まあ、だからその本当実はこうなんですよ、ビビってます、ごめんなさいやったら別に許してやってもいいかなって思ました。本人がね、本人も言っとった、なんか今日電話して、まあ、呼ぼうかなと思ったから一緒に、まあ、言っとるもんで、ね、電話したらちらっと、いや今日家でなんか用事があって、マジ本当ガチで、うん、そうなの、まあ、だってお前が呼んどるのなんて。でも絶対家には入れてくれんよ、あの人は。あの人絶対家には入れてくれんよ。はい、そこ入ってくるのが YouTuber。 家ダメって言ってくるもん。飲みに行くのもダメって言ってくるもん。そこ入ってくるのが YouTuber でしょ。お願いしますって。どんだけ行ったことあるか、皆さんたち。もう一回行ってみようか。行ってみましょうか。ね。はい。着きました。車がないで、いねえな。また逃げた。ここでも逃げた。電話しようか。もしもし、新しい、どうしたの、どこにあるの。いや今家の前におるんだわ。なんで。いや、だってあのゴルフかけんとか言ったもん、豊が怒ってきたよ。どういうこと。いや、ビビって逃げちゃったんかな思って。いや、豊には言ったんだ、もうあの、まあ、あれやめようって、うん、まあ、ただしがやめるって言っとるで、やめようかって、今日そういう動画にしようぜって、まあ、喋っとったもん。あ、本当、うん、だけど、いや、それダメでしょ、ただし君とこ今が家行こうぜって。家入っていい？家はダメ、家はダメ。あ、でいいじゃん。いいよ、いいよ。玄関先でいいや、玄関先で。お茶出してよ、お茶。玄関で。お茶じゃないじゃん、お茶じゃない。まだ俺もいろいろ話があるんです。玄関入っていい？いや、玄関ダメ。ちょっと話があるんで。待っとるわ。いや、どうも、はい。外でね。これは絶対入れてくれないでしょう。ちびり西村、いや、一応伝えたんだけど、俺は。いや、見たから、今やめようかって、うん、ただしやめようって言っておるね。何かっていうと、うん、正直ね、うん、
こんなやつ無理じゃん。じゃじゃじゃ、まあね、こんなやつっていうか、うん、誰でも無理なの。正直。3ヶ月で100キロだけど、今日なんか成田に聞いたら、1年で来たらしいから。ん ?1 年で来たらしい。誰が成田。1年でしょ、うん、彼3ヶ月って言ってる、ね。でも4ヶ月だよ、実質は。だけど冬だよ。うん、冬とは何だっけ、関係あるの、雪降ったりとかするじゃん、はい、9割9分無理なんだけど、うん、ね、まあ、9割9分無理だけど、もし来た時に、はい、来た時に俺も嫌だし、うん、嫌なんだけど、うん、その9割の方で10万お祝いをね、うん、どこかで飯食い行くのも嫌だもんで、うん、だったらお祝いだけ100切ったらお祝いをしようと思ったんだけど、うん、ね、うん、本当本のこと、本音で言うと多分無理なんだ、うん、だからやめといた方がいいよってこと言ってる。で、結局は50万払いたくないよと。結論は、そっちを趣味しちゃいそうだけど、うん、けどまあ、うん、まあ、ね、やれるかやれんかは知らんけどね。はい、どうでした僕は全然、もう脈割りっすよ。脈割りあのね、カツオブトンの中と違うじゃん。そのやっぱ悪いなと思っちゃうじゃん。どうせもらっちゃうやつは。僕は、ないっすね。うん、それも悪いもんで、ね、ただ忠義としてどっか10万円切ったらって思っただけ。いや、うん、どうするも、ただし覚えててやめようか。やめようか。まあいいですけど、いいんすか。じゃあ、ガーッと来るやつだよ、今。求めてたら違うかいね。そう、僕はそうです。僕はそうです。泣いちゃうと先、まだ、定義数、定義数。まだ入ってないから、これ使われてる。でも、まだ点だと思うよ、豊さんは。ちょっと、そう、喋ってた途中だった。YouTube 何もしてないし。ただし、いや、酔っ払ってるの。酔っ払ってる。忙しいよ。調子いい。俺、もう一個ネタがあるの、正直。何？いい？いいよ。これ、ここの場を借りていっていい？うちの奥さんが、モノマネグランプリ出る。マジで？今やっとったんじゃない？今やっとる。これじゃない？これ。これ今やっとるやつ。マジ？出とんのこれ？テレビに？もう終わった？じゃ今やっとんの。今やっとる。今みんな見とるの。いそう。うん、じゃ終わったの？で出たもん。まだ出てない。よくさ、モノマネ番組でさ、日テレ映画でこうトルネードとかさ、日テレ映画やつってあるじゃん。うん、それを、だったら出れるんじゃないって話になって、うん、送れてって言って、うん、で送ったら。動画で送るの？いや、そう、最初ね。写真。写真。一時通って、うん、二次審査も動画送ったら通ったんだわ、うん、来てくださいなんだわ、そうあ、マジそしたら緊張してきてこっちが似てねえんだよだからこんなもんで出れるんだ、ね、人生一回だもんね、似てねえって言われても面白いなと思って行って、今日お迎えとる。ちょっと生放送なのこれ。いや、生放送じゃないよ、録画だよ。カメラ止めて見ていいかな、日本語で。マジで。じゃあ、たまたまついずっとからすごいな。そうゴルフとかでも何でもそうだけど、うん、ね、人生一回だもんね。やっちゃう、ね、まあ、そうですね。いろんなこと経験だもんで、ね、似てないとかうまくない。まあ、聞けんけど、うん、そういうのもありじゃん。行きますか。もうお願いします。もう途中で上手くなってきたからってまたそれ言い出させてくださいよ。途中で嫌になってきたから電話しんでこいでよ。お互いにね。ないですよ。そしたらその日使いますもん。そうだね。今日行きますか。そうだね。いいよ。いい、全然。文句出したよ。文句出しましたよ。そう、電話してくるのね。お前乗っかって、お前こいつがもし達成して、バカ野郎と思いましたよ。いいよ、全然いい、全然いい。まだ今日飲んどるでね、もう行って。まあ飲んどる。もう、動画には残ってるでね。まあね。まあね。YouTube になっちゃってるからね。男に二言はないね、ただし。男に二言ないね。ありゃせんや。いやいや、大丈夫。また明日電話かかってくると思いますけど。はい、じゃあね、視聴者からしたら、まあ、残っちゃっていう感じかもしれんけど、まあ、あえてね、まあ、そう。うん、こうやって職人やっとってさ、見てる人もいろいろおると思うけど。みんながお互い切磋琢磨して、まあ、良くも悪くも、はい、賛否両論あると思うわ、本当コメント欄も荒れるんで、いい具合にコメント欄荒れるかなと思うけど、はい、賛否両論あるのはもちろんだけど、でもまあ同じような、ね、その、ベクトルのやつがこれで集まってさ、そうそう、見えも張ってるしね、お金があるとかいうふうにしとるだけだし、こうやってまた会った時にね、先のネタになるし、毎回、それどうなんだね、そうそう、それはまたいいんじゃないと思います。はい、はい、じゃあ皆さん、ぜひチャンネル登録、あ、その前にあの足場資材の購入と、はい、自主生、はい、特定技能の、無料オンライン相談、はい、見積もり、まあ、など、はい、きます。概要欄に貼ってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、飲み会も。飲み会の登録、なんか20人か30人か集まっとんの、はい、はい、女性もちらほら来始めました。そうそう、これもう一回言っとくわ。あの、それに登録したら来なかんとかじゃなくって、はい、まずはもう100人、200人、300人で集まってきたら、今日こういう飲み会って、例えば40代だけ集まれとか、東京飲み会とか、はいはい、名古屋飲み会とかあって、来たい人だけがその中に、その中に通知を送るだけだから別に。
それで参加不参加ってできるようになってるとか。そうそうそう、別にあ今日は行かないだったら無視してくれりゃいいし、今日はで今回だよね、今回は行きますとか、うん、よく行きたい行きたい行きたい、何百人か集まっとったら職人ブワーって集まって、うん、芝居集まれとか、うん、そうそうそう、ムカつくこともあるし楽しいこともある、そう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 、俺ゴルフのやつとかさ、ね、視聴者とかあってさ、やっぱまたそこで友達とか仲間ができるわけじゃん、だからこれゴルフも良かったし、良かった良かった良かった。だからね、で今度ゴルフの案内とかもそこでボンって出せるじゃん。うん、はいはい。飲みっていう言葉だけじゃなくて、ね、そうそうそう、いろんなこと、イベントイベントだよね。だから飲み会っていうだけじゃなくてね。そうそうそう、うん、本当に。だから まず登録だけしていただければ、通知が行くだけなんで、はい、あのメールかなんかね。はい。でまず100人集まったら何か一回企画しようかなと思ってますんで、はい。ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見ねー。10万円入る。いや俺がもらえるんだ。いっけえねえか、あれなの。50万円から入ってくるなって。いや、それもあるよ。それもあるから、でも、でかくなりなの。こいつやるんじゃねえか、みたいな。それ、じゃあ、例えば1割あった時に、うん、それも正直嫌だよ。うん、それも言って、うん、だから言ったら、うん、それが先かもしれんけど、うん、10万円もらうのも嫌だもんで。うん、だったらもうやめよう。だったら10万円払うぐらいだったらいい、ね、うん、にしようっていう感じ。あ、10万円、1万円とか、うん。いや、いや、1万円もいらん。ああ、そういうのね。なしで、10万円だけあげるぐらいでいいから。あ、切ったらあげるだけみたいな。そうそうそう、そのは、やっぱり一人じゃん。燃やしてください。うん、そうだね。仲間なんだから燃やしてください。そうだね。そうだね。それも。そこ10万だぞ。じゃあ、間違いなく10万払うんだよ。本気で言うと間違いない。まあ、本当、まあ、本当 1% だ。1%。それをクリアしてくれ。奇跡が重なったらいい。だって、正直さ、10万円俺はもらってその場で飲みに使うだけじゃん。あんたもそれ同じだ、気持ちは。だもんそれだけど、そんな負担かけちゃうし、俺もと思う分はあるし、負担も嫌だしっていうのだったら、10万円お祝いでいいんじゃない、ね、っていう感じで思ったんだけど。逆に今までのお前の人生が出るかもしれない。それでいろいろ教えてくれる人がおったりとか、うん、ついてきてくれる人がおったりとか、うん、お前を応援してくれる人の数で決まるわ、これは。まあ、それも当てにしたくも、もう頑固だ。全部自分でやってる。いつだっけ ?2 月だよね。2月の。いつか、ね、一緒あ、その前一回行こうよ。行った方がいいよね。うん、その場合だってその日だけじゃないよね。別に別に。その日までに、その場合折り方だしどっちかも分かんの、うん、あ、そうそうだね。公式戦じゃないの、そう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 。ダメだよ。俺は厳しいからね。別に変ないし、その、分かってることは分かってるし、うん、あのいいことはいいことで分かってるもんね。うん、それさせるだけ。まあ、絶対ね。男の熱い戦いですね。早くー。